ます。今回は久々の北アルプスで、前穂高と奥穂高に登りたいなと思います。今回の一番の目的は前穂高で、今まで北穂、奥穂、西穂は登ったことあるんですけど、前穂だけまだ登ったことがなかったんで、梅雨明けも今年はかなり早かったんで、予報が良さそうなので急遽来てみました。でルートとしては今滝沢登山口から入って、で前穂経由して奥穂行って、そこでテント泊してで帰ってくるっていうコースで行こうかなと思ってます。ただ予報に反してさっき上の方ガスがかかってたんで、まあでも午後から天気良くなるって言ってたんで大丈夫だとは思うんですけど、まあ、とりあえずまずは滝沢小屋を目指したいなと思います。竹沢ヒュッテまであと70分、まだまだですね。道は今のところ危険箇所とかはなく整備されてて歩きやすいです。急にすごい涼しい風が来ると思ったら天然クーラー、めちゃくちゃ涼しい。今が1690m、2170なんで、あと500m ぐらい登るんですかね。今気づいたんですけど、ちゃんと滝沢小屋まであとどんぐらいかっていう番号が振ってあるんで助かりますね。わかりやすい。もう半分は過ぎたってことですね。登り始めて1時間ぐらい経ちましたけど、今回テント泊が約1年ぶりなのと、最近低山ばっかりで軽い荷物しか背負ってなかったんで、久々のテント泊、それ結構軽くしてきたつもりなんですけど、やっぱり疲れますね。いつも以上に。今日はね、コース久々に割とハードコースなんで、ちょっとまあバテないようにのんびり行きたいと思います。ここが3なんで、さっきの6っていう数字は残り半分じゃなくて、過ぎたじゃなくて、まだ半分いってなかったってことみたいですね。数字がどんどん減っていくみたいです。滝沢小屋までは多分あと少しですけど、このカメラでちょっと映ってるか分かんないですけど、上の方予報通り晴れてきましたね。ガスが取れてきた。やった、上の方ガスが取れてきてます。このまま晴れてくれたら嬉しいですね。あ、小屋が見えました。あ、1、あそこですね。赤い屋根が見えます。あそこに上の方、ちょっとずつ本当にガスが取れてきました。そして火も出てきましたね。あったかい。あったかいっていうか暑いですね。
ちょうど2時間ぐらいで滝沢小屋到着しました。キャンプ地ここから、滝沢のテントバーはこんなところにあるんですね。ってことで滝沢小屋すぎて、ここからは今までの道とは違って一気に急登で、岩場とかも出てくると思うんで、ヘルメットつけて気をつけていきたいなと思います。天気も回復しそうなんで楽しみですね。岩場が出てきました。心配してた残雪も、まあ、前情報でもほとんどないってことを聞いてたんですけど、その情報通り全然なくて良かったです。今日最初のはしご、開けてきました。綺麗。あ、ここですね。カモシカの立場、有名なところ。西本方面は完全にガスなんですけど、こっちの今から登る前方方面は綺麗にガスが取れてきました。ひたすらに急登ですね。そして初めての鎖場も出てきました。それにしてもこっちのルートは本当に平日っていうのもあるんですけど、人がいないですね。誰にも会わない。空が近くなってきた。さっきまで晴れてたのに一瞬でまたガスっちゃいましたね。まあさっきから晴れたりガスったりしてるんで、多分また晴れるとは思うんですけど、なかなか読めないですね、天気が。
多分あっちに見えるのは明神山ですかね。前方はどれだろう、見えないのかな。いや上の方ゴツゴツしててめちゃめちゃかっこいいですね。だいぶ登ってきましたけど、結構こう見るとまだまだありそうですね。ライチョウ広場まで到着しました。ここまで来れば君子平までもあと少しだと思います。こっちの奥方もちょっとずつですけどガス取れそうで取れないですね。奥方、西方方面でも今日歩く釣り尾根が見えてきました。気持ちよさそうですね。あら、ここかな。あ、ここですね。君子平、到着しました。やった。いや、景色いいですね。じゃあ、こっからもう前方までは、残り30分ぐらいなんで、ちょっと他の方もここ荷物デポしてるんですけど、僕も。ちょっと荷物デポしてピストンで30分くらいで前方まで行きたいなと思います。いや、ここまでね、結構のんびり歩いたおかげなのかトレランのせいかなのかわかんないですけど、もっとバテバテになると思ってたんですけど、今んとこまだ全然大丈夫でよかったです。天気も大丈夫そうですし、じゃあラスト前方目指したいと思います。ここ登るんですかね。はい、じゃあとりあえず貴重品は持ったので前方目指したいと思います。身軽になりました。かなり軽い。これか。
た。前穂高山頂。よいしょ。はい。ということで、前穂高山頂。標高が3090メートル。到着しました。やった。やりましたね。これで、穂高、コンプリートです。結構山頂広いですね。ただちょっとやっぱりこっち側は、擦っちゃってますね。まあでも今日、前穂で、良かったかなと思います。多分岐阜県側からずっと雲が来てて、それを奥穂とか北穂とかあっちの穂高が防いでくれて、前穂が結構晴れてる時間が多いのでよかったです。まあでももうちょっと晴れてほしいな。もうちょっとだけ、さっきから晴れたりかすったりしてるんで、ちょっとだけ待ちたいと思います。もう見えてきました。あっちがいつも歩くルートですね。じゃあ綺麗な景色見れたんで、分岐まで戻って次は奥方目指したいと思います。はい、戻ってきました。荷物も無事ですね。はい、じゃあ荷物も回収したんで、釣り尾根を通って今度は奥方目指したいと思います。はい、ということで、なんと君子平まで戻ってきました。一応事前には調べてたんですけど、行ったら思いのほか雪が多くって、でそこはなんとか渡れそうだったんですけど、このもう一個先にも登山者の人に教えてもらったところ、そっちはもう本当にアイゼンとピッケルがないと厳しそうってことで、今回一応チェーンスパイカー持ってきてたんですけど、ちょっと危ないなと思ったので、完全にこれは下調べ不足と準備不足なんですけど、今日はもうちょっと奥方は向かわずに、このまま、まあ前方は行けたんで、このままゆっくり下山して、どっか下のテント場とかに泊まってのんびりしたいなと思います。まあまあ時間もまだ12時なんで、全然帰ったら多分4時5時ぐらいですかね、下に降りたら。まあまあ、たまにちょっと奥方行けなかったのは残念ですけど、まあ一応奥方は過去に行ったことあるんで、またの機会にしたいなと、今回は大事をとって、またの機会にしたいなと思います。じゃあちょっと残念ですけど、下山していきたいなと思います。小屋まで戻ってきました。はい、ということで危険な岩場の下りは終えて、あとはもう緩やかな下りをのんびり同じルートで下るだけなんで、ここで終わりにしたいと思いますけど、まあ今回はとにかくやらかしたなっていうのが一番ですね。まあその
前方までは雪がないっていうのを見てて、で奥方から、穂高岳山荘までも大丈夫っていうのを見てたんで、まあその間の釣り尾根は大丈夫だろうって勝手に思い込んでて調べてなかったですよね、そこは。まあそれが本当に良くなかったのと、あとはテント泊登山も久しぶりなんですけど、まあその久しぶりの登山で結構割とハードな工程というか、まあ累積標高にすれば1日で 2000m メートルぐらい登るし、コースタイムもかなり長めってことで、なるべくちょっと軽くしたいっていう思いがあったり、あとは、まあ、今までこういうちょっとアイゼンいるかな、微妙どうだろうっていう微妙な時期は必ずアイゼンとかピッケルとか持ってきてたんですけど、まあ、そういう時にことごとく使わず、ただ重い荷物になってたんで、まあ、今回もまあ大丈夫かなっていう思いがちょっとあったのが本当に良くなかったというか、まあ、登山は慣れてきてからの方が危ないってよく言いますけど、まあ、本当に今回はそれを痛感したなっていう登山でした。まあ、ちょっと反省点を挙げればキリがないんで、まあ、今回はいい、まあ、教訓になったかなと思います。あとはね、このテント泊装備無駄に重い荷物、これこそ本当に荷物、ただの荷物になってしまったんですけど、まあ、その荷物背負って登ったんですけど、まあそれはそれでこれから夏山に向けてのいいトレーニングになったのかなと思います。まあ、あとはずっと前穂だけが穂高の中で登れてなくて、ずっと何でも登りたいなって思ってたんで、その前穂を一番の目的の前方を登れたのは本当に良かったんじゃないかなと思います。でこの後は上で話した時は下でちょっと泊まってテント泊してのんびりしようかなって言ってたんですけど、まあ、明日もちょっと天気良さそうで、もともとこの2日間がっつり登山するつもりで来てたので、ちょっと下でのんびりして明日帰るだけってのはちょっと物足りないというか不完全燃焼になってしまうので、まあ、本当は焼岳とかもね登れたらよかったんですけど、今焼岳ちょうど、噴火のレベルが上がってて立ち入り禁止になっちゃってるのと、あと唐沢も、まあ、何回も行ってるんで、まあ、もういいかなっていう感じなんで、まあ、今回はもう下でちょっと泊まるのやめて、上高地から出て、で明日またせっかくこんな遠くまで来たんで近場のどっかの山、まあ、まだちょっと決めてないんですけど、どっかまた違う山に登りたいなと思います。じゃあ今回は計画通りとはいかなかったですけど、これで終わりにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。